Yo guys, what's up? It's me Jet451 Gaming and welcome back to Rise of the Ronin gameplay part 4. Before I begin this video, make sure to like, comment, share and subscribe with all notifications turned on so you don't miss any future videos. Let's head to Sakura Inn. Around here. There's a drunk samurai. Hmm? Yeah, I'll beat you. Odayaka de wa nai na. Moshikashite kimi wa yūkaku no?その目で分かったよ。重ね重ねすまん。あの夜のことは曖昧だな。また酒に飲まれてしまったと。面目ない。おかげでこの御仁に剣で打ち負かされてしまった。いや、酔ってなくても危うかったかもしれないな。君は実に筋がいいようだが、見たところ我流だろう。一度名のある道場の門を叩くことをお勧めするよ。この草加玄瑞君も道場で剣の腕を磨こうとしてるところでね。学問も並ではないぞ。なんせ吉田松陰の一番弟子だ。この町では偉人どもが我が物顔で闊歩している。奴らを海の向こうへ追い返すには筆より剣の力が必要だ。今こそ日本刀の切れ味を見せるとき。この国はそもそも雨土始めのとき。やれやれ、俺は飛ばに行ってくるぜ。このところ懐具合が寂しいんでね。新作、なんだその態度は。客人に無礼だとは思わないのか。あんたも来るかい。何やら運を持ってそうだ。たまたま生き残っただけって顔をしてるぜ。草加君も高杉君もああ見えてなかなか新横浜には草加君の通っている道場もあるし、高杉君の向かった鳥羽にも心当たりがある。ぜひ行ってみるといい。 I heard you could help me. Oops. Spelled done the wrong thing. よろしく頼むよ。それじゃあ。ああ、おまん、待っちょったぞ。急な話ですまんが、おまんに紹介したい男がおるんじゃ。わしと同じ土佐のもんでの、岡大蔵っちゅう男ぜよ。悪党どもを成敗するち言うて、助っ人を探しよる。あいつは、ほどがやしく近くの山小屋で待っちょるそうじゃ。おまんもぜひ来てくれるかい。わたの。草加君も高杉君もああ見えて横浜にはぜひ。坂本君が売り込んだのかな。人の因縁を取り持つ際なら彼の方が上だね。君の頼みを聞くのにやぶさかではないなあ。君は今の日の本をどう思う。西洋列強は虎視眈々とこの国を狙っている。しかるに赤鬼はアメリカに組みし、従わぬ者を締め付け、不利な条約まで結ぼうとして、日の本は存亡の危機にあると思わないかね。You are right. 君もそう思うかね。理解者が増えて嬉しいよ。この国のありようを根本から見直すべき時が来ている。私と松陰君はそのために尽力すると誓ったのだ。しかし
同志をまとめるべき松陰君の行方がつかめない。条約が結ばれたら取り返しがつかないというのに。坂本さんからの紹介だ。打ち明けよう。我々はアメリカの領事ハリスを撃ち、条約をぶち壊すつもりだ。それで実は腕の立つ者を探している。私に頼みがあるなら先に力添えを願いたい。君は黒船に乗ってきた侍を探していると坂本君から聞いた。ハリスに迫ればその者が現れるかもしれない。お互いに利のある話だと思うがどうだろう。すぐに返事をもらおうとは思わない。その気があればアメリカ領事館の前まで来てくれたまえ。待っているよ。Here you are. Up some stock. Kite kureta ka? Sude ni nakama wa mochiba ni tsuite iru. Omoi no hoka teki no mamori wa katai yo da ga, warewa ga Harris wo osoeba, kimi ga sagashite iru samurai mo kitto arawareru. Otagai no mokuteki wo hatasu tame, ima wa te wo musubu beki toki da. Chikara wo kashite kureru ne?Let's do this. Oh, that's all the cool. Just press yes, no, no. Ike, Ike, Ike!No, I'm not dead. Just shoot him straight in the head. No one else. Get them. So that one come. It's locked. The trash of gold. Oh, this can't go that way. Must be a way up from there. No. How about this door? No. Check from outside.Oh dear, I didn't see that. What's that?
Which way do I go? I think I go from this way. Nope, not here. Where am I going? Where do I go? It's across there. Yes, it's here. Grab this chest. Wandering samurai now. I'm all the way outside. I think I got the key actually. Got the key. That's great. Oh, who is he? Don't try to use a gun on me, that won't work. Huh!
ちてないように。Take some of that. Don't mess with me.生きていたか。無事で何よりだ。どうやらあんたは本当に運がいいらしいな。手痛い目にあったな。しかもハリスを逃がしてしまった。黒船に乗ってきた侍とは会えたかね。君の腕をもってしてもダメか。だがハリスまでたどり着けただけ大したものだ。奴ら準備が良すぎた。誰かがアメリカに密告したのかもな。やめんか、高杉君。気持ちはわかるが、誰かに当たっている場合じゃないぞ。条約は成立するだろう。残念だが、致し方ない。次の手を考えよう。君もアメリカ、そして赤鬼に追われる身になったかもしれん。これからは同じ立場として協力は惜しまないよ。また会おう。生き延びたハリスは日米修好通商条約に調印した。結局朝廷のお許しは得られませんでしたが、何度も愚心はしたのです。筋は通したかと。だが我らを切ると息巻いている輩もいるとか、朝廷をないがしろにしているなどと。仕方あるまい。いざとなればわし一人がその咎を受けようぞ。この条約により日本は本格的に開国することとなった。You will find people throughout the world of Tamil who harbor strong desires and ambitions. Help them out by completing bond missions to develop their abilities. Completing a string of bond missions for certain characters may earn you special equipment. That's good.
この間は大変だったな。いや、その気はない。やる気は買うよ。あれ以来、ハリスは身を隠してしまった。いずれにせよ、条約が結ばれてしまった以上、今更奴を撃っても無意味だ。そもそも、君が追っているのはハリスではなく、黒船に乗ってきた侍の方じゃないか。あの侍を探すために、ハリスの行方を知りたいんだろう？それなら、横浜貴賓館で聞いてみるといい。幕府の連中と偉人が交流している場所だ。幕臣の福沢諭吉らが出入りしていると聞く。桂さん、お、あんたも一緒ってことは。いやあ、高杉君、やっと来てくれたね。これから例の件について話すつもりだ。実は松陰君の行方が分かった。彼は赤鬼に捕まって牢に入っているらしい。松陰君を救うため我々は手を打たなくてはならない。そんな時、良い話をつかんでね。水戸の連中が最近赤鬼を失脚させられるほどの大層の書状を手に入れたらしい。これを我々の手で奪うことができれば、松陰君を牢から出せるかもしれないというわけだ。だがハリスの件で我々はお上に目をつけられている。派手に動けば逆に書状のありかを悟られかねない。ここは君の手を借りられないか。水戸の者たちから書状を入手し、直接私のもとへ持ってきてほしい。書状の件、君に頼めるかい？ Definitely。 ありがとう。恩に切る無理を言うようだが、水戸の者はできるだけ殺めないでほしい。お互いに恋の情報屋をやってる。まずはそいつと落ち合ってくれ。よう来てくれました。よう来てくれました。なんか When earth are just these いらっしゃったのね。来てくださったこと嬉しく思いますわ。申し訳ありません。お話しできるようなことは特に。一体どういう関係ですの？すみません。野暮なことを聞きました。あの方はハリス様の護衛を務めておられたのでしょう。まずはそこから当たってみては。あの事件以来ハリス様は身を隠していらっしゃるようです。行方が気になるのであれば横浜貴賓館で聞いてみてはいかがでしょう。幕臣と西洋の方々が交流なさっている場所です。実はもう一つ、もっと確実な手がないわけではございません。私、
幕府にはちょっとしたつてがありますの。お願いを聞いていただけるのなら。遊郭は名だたる方同士が腹を探り合う場でもございます。そんな宴に呼ばれていたら当然顔も広くなりましょう。信じられませんか。依頼は水戸の侍たちが持つある直接私の手元に届けてほしいのです。書状の件。あら、仕方ありませんわね。それではまた。願わくは鼻の下にて春しな。おや、どなたですか。僕は中津の侍で福沢諭吉と申します。今は学問をしながら幕府の下役として働いています。こちらはイギリスの通事のアーネスト佐藤さんです。はじめまして。僕は福沢さんに日本語を習っていたところです。もう教えることなんてほとんどなさそうですけどね。僕の方がもっと英語を教わらないと。君はどういった用事でここへ。アメリカのハリス公使、あの人ならば。待ってください。ハリス殿に何の用です。あの方は先日襲われたばかりだ。よく知らないあなたをおいそれと会わせるわけにはいきません。そこそこ腕も立ちそうだし、資格かもしれない。ん？何やら事情がおありのようですね。福沢さん、君も講師に会いたがっていただろう。いっそこの人と一緒に行くのはどうだい。仮にこの人が刺客でも君が一緒なら手を出せない。何せ君は辰巳流居合の達人だ。違うかい。わかりました。気は進みませんが、佐藤さんがそう言うなら。ハリス公使は神奈川宿のとある寺にいる。正確な居場所は福沢さんに伝えておくよ。てっきり佐藤さんも来てくださるものかと。最近あの辺りでは西洋人が次々と襲われていてね。僕はやめておくよ。君たちは日本人だから大丈夫だと思うが。物騒ですね。僕が先に行って様子を見ておくことにします。神奈川宿で待っていますよ。おや、注意してください。思っていた以上にここは危険です。ハリス殿はあちらの本覚寺にいると聞いていたのですが、見てきたところ攘夷派の集団に占拠されていました。ハリス殿の姿も見当たりません。一体どこへ。ええ、ハリス殿の身に何かあってからでは遅いですね。行きましょう。こちらですよ。本覚寺は600年ほど前に開かれた寺なんですが、開国して以降はもっぱらアメリカの施設として使われていました。コロリ、さっきの亡骸はこの辺りのもののようですね。攘夷派は日本の民までも。西洋憎しでこんな暴挙に及ぶとは、なぜ攘夷派は彼らの文化を受け入れようとしないのでしょう。さて、
本学寺にいなかったということは、ハリス殿はおそらくこの辺りへ逃れているはず。上位派もハリス殿を追っているのでしょう。今さら腰を切って何になるというのか。さあ、私たちもハリス殿を探しましょう。ええ、行きましょう。上位派は気が守備よくことが運べば、彼らからハリス殿の居場所の手がかりをつかめるかもしれません。やめてんのか。うん、誰がいる？
諦めずに次へ。どこから入った？孔子に手は出させんぞ。なっ、むしろ、まずは剣を収めさせましょう。どこの手のものかは知らんが、護衛として彼には指一本触れさせんぞ。待ってください。フランスのブリュネ殿でしょう。僕です、僕、福沢諭吉です。ああ、前に横浜貴賓館で会ったな。福沢、なぜお前がここに？佐藤さんの紹介でハリス殿に会いに来たんですよ。ここにおられるんですよね。孔子、出てきても安全です。ブリュネ君、ご苦労。フランス軍を頼って正解だった。なんてことだ、君まだ生きていたのか。私をつけ狙うのも大概にしてほしいものだ。君を始末し損ねたあの用心棒のことかね。そういえばあの時、かの者と何やら話していたな。分かった、ならば取引をしようではないか。あの者の情報と引き換えにゴロツキ退治に手を貸したまえ。我らはゴロツキの集団に襲われ本学寺から逃れてきた。連中を一人一人相手にしていてはキリがない。俺とお前、福沢の三人で一気に親玉を仕留めるぞ。親玉を潰せば他の者は逃げ散るだろう。見たところ、数を頼みにした烏合の衆だ。私が助かったら領事館にいた護衛の侍について知っている限りのことを教えてやる。どうだ？よし、では奴らの目につかぬよう一人ずつここを出るぞ。音楽中を見よ。
Okay, let's head to the temple. Yes, this way.先ほどただならぬ眼光の男が本堂へ入っていきました。きっとあれが親玉でしょう。さて突入の準備は良いですか？はい、ではここは闇夜に待って多勢に無勢。油断のなきようにな。大船に乗った気でいればいい。Came from here. Okay, damn, he's straight away. Got him. Okay, let's go in here. Okay. Let's find another one.
それは我々のものだが、まあよい、くれてやる。Which way do I go? この相手。
叩くぞ。なぜお前がここに邪魔するなら行くぞ。俺に続け。なんだ、自分の犬になり下がっていたのか。なぜ偉人に味方する。なんだと。知っているか、この村には日の本の民を守るには偉人と交わるべきではなかった。私はそれを世に示すため戦っているつもりだ。山の号令で他の者は散っていったぞ。よくやってくれた。
分かっている。前の奇妙なボディーガードのことだな。昔ペリー提督が横浜で捕らえた侍だ。あの者はアメリカに連れて行かれ保護されていた。敵でないことに心底安堵したものだ。知らんぞ。私はあの者を護衛として雇ったに過ぎない。まあ航海中日本の情勢については詳しく聞けたが、強要などできるわけがない。自ら進んで語ってくれたのだ。おかげで我らは日本とうまく通商条約を結ぶことができたが、その後あの者は姿を消した。私の知っている。ではもう。福沢、俺は講師をどこか安全な場所へ。ハリス講師と縁を結べましたね。この先僕はいつかアメリカへ留学に行くつもりなんです。そりゃ知っていますよ。それにしても残念です。吉田松陰は幕府転覆を企んだ。僕も帰ります。また会いましょう。その方、今何と申した？何度でも申し上げましょう。幕府はその役目を終えたと。故に私は民草一人一人に決起を促さんとしておりました。この国の新たな形を作り上げるために。民草に何ができよう。今こそ幕府のもとに集わねば異国に太刀打ちできまい。幕府が力強く民を従えてこそこの国は守られるのだ。ではこの大国がいい大老が望む国の形だと。お上を恐れぬ不届きな所業許しがたし、よって打ち首獄門を申し渡す。立て。今回働いてくれるやつってのはあんたか。話は聞いてるよ。愛想のねえお人だな。まあいいさ。さっきやけに周りの目を気にしたお侍のご一行があそこの旅籠に入ってった。きっとあいつらさ。この手の連中は交代。書状。何者だ貴様は。Yeah.
獣め、切り捨ててくれる。いざわりだ。ご苦労さん。疲れたろ、症状。あんたがタカとカツラの両方症状を渡さねえの。さあ、強情な野郎が面倒。いい品が入りましたよ。なんだ、
わかっ。兵学や歴史、儒学などを含む、今思い返しても、昭和村塾のそこから学べ。ありがたい。わかった。いや、来てくれたか。書状があるなら、まずは見せてくれるかい？水戸の者らの犠牲を抑えてくれたことは伝え聞いている。君の働き、ダメだ。書状には因がない。やはりこれは偽物だ。我らは踊らされていたんだ。先ほど仲間から知らせがあってね。陽動のため保土ヶ谷の侍たちは偽の書状を持たされたらしい。本物は中山道を使って運ばれていたが、結局それも徒労に終わってしまい、面目次第もない。まあそうだな、申し訳なかった。返せ、あれは貴様らが手にして良いものではない。幕府が朝廷の命を握りつぶすのか。やめてくれ。どうせすぐ処刑されるのにな。今偉人どもと感化を交えれば日の元ごと焼かれよう。朝廷の勅書は大老井伊直助の手で葬り去られた。井伊直助は倒幕の目を摘むため容赦のない弾圧を開始した。ちょうどええところに聞いてくれ。赤鬼のやつ、松陰さんの処刑を決めたそうじゃ。なら話は早いぜ。こちらは松陰さんの妹子の文さんだよ。役人に処刑の件を匂わされたそうじゃ。兄を助けるため力を貸してください。このままだと兄は。暗室を知らせるわけにはいかんき。皆を集めて、まずは新作とおまんの旦那さんに知らせんとの。あいつら最近は桂さんと離れて動いちょうき。問題は新作じゃの。まったく、どこほっつき歩いちょるんじゃ。新作さんでしたら、おそらくは中華街にいらっしゃるかと。私が探してまいります。ふみさん一人で大丈夫かの。新作が面倒を見てる連中は血の気の多いやつばっかりじゃのに。お前、フミさんを追っかけて一緒に新作を探してやってくれんかい。わしは玄瑞を呼びに行くき、頼んだぜよ。Let me head to Chinatown.
Hope you're enjoying this video so far. Don't forget to subscribe and like, share, and comment. Are we here or not? Oh, I have to tail her. Okay. あなたはこちらへ。ありがとうございます。あなたが来なければどうなっていたか。新作さんらしき人がこの先に出入りしていると聞き、確かめようとしたらいきなり囲まれてしまって。新作さんは多分この先にいらっしゃいますけれど、どうも最近かなり荒れている。私が行った方が角が立たないと考えたのですが、この様子では新作さんのこと。ありがとうございます。 Sure, leave it to me. Leave this to me. 私は桜屋でお待ちしております。止め、来い。
来たぜ。十分か。一本取られたぜ。あんた運だけってわけでもないな。あんたわざわざ俺にそれを伝えに来たのか。松陰さんが処刑だがいいのか。そんなこと敵に教えちまっ。さて嘘か誠か。悪いが人の心は読めなくてな。だがもうどっちでもいい。あんたは切るには惜しいやつだ。さて桂さんたちは大方桜屋だろう。あんたも来い。つけで一杯ぐらいはおごってやるよ。よう新作を連れてきてくれたの。おまんに頼んでよかったぜよ。主人もさっき着いたところです。これで桂さんももう少ししたら戻られる。戻ってきたら松陰さんをどう助けるか話し合うぜよ。おまんの知恵にも期待しとる気に。よろしく頼む。松陰君の処刑が近い。いくつかの筋から得た話だ。間違いないだろう。どうしたものか皆の考えを聞きたい。牢屋敷は堅牢だが中の人間はどうかな。高杉君何が言いたい。真面目な牢役人ばかりじゃないってことさ。携帯を使えば抱き込めそうなやつくらい簡単に見つけられる。新作松陰先生の身を一番に考えないか。そんな回りくどいことをしていては間に合わん。だったらどうする。コッパ役人など恐るるに足らずだ。堂々正面から切り込もう。さすが一番でした。冴えてる。押さないか。そうだ坂本君何かないかね。
そうじゃ、あん近くに日の宮倉があったじゃろ。あっこの上からシャーッと入るのはどうじゃ。シャーッととはどのような。なじゃ、シャーッとかわからんか。ほいたらピューッとならどうじゃ。ビャーッとでもいい。君はどう思う。お亀八目と言うじゃないか。ぜひ意見を聞かせてくれないかね。さすが、おまんにはわしの策が伝わると思うちょった。シェアでやるとこはおまんに任せる気。よし、君の言う通りにやってみようじゃないか。私は腹をくくったよ。みなもいいね。勢いでやわやれそうかの。おお、頼りになるの。ほっとしたぜよ。いや、最初から分かっちょった。おまんとわしの仲じゃ、以心伝心というやつぜよ。よし、やると決めたらな。早速、日の宮。Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Hit all notifications turned on. Okay, see you guys in the next video.